皆さんこんばんは、シュウです。今日はちょっとね、こういう画角といいますか、で、ちょっとレッドウィングのね、手入れをちょっとやっていきたいと思います。で、すでに右足の方、こちらは、シューレースを取ってしまっています。こういう形でいつもシューレースはついてるんですけども、片っぽを、ちょっと磨いてみて、どのぐらい差が出るかっていうのをちょっとね、やっていこうかなと思います。ちなみにレッドウィングのこちらは9874ですね。クロンダイクと言われるあの川ですね。茶神、こういう茶神のレッドウィングでございます。これで僕がどんな風に映ってるかとかもちょっと全然わかんないんですけど、まずはブラッシングをしていきます。よいしょ。僕はね、こういうアビーホーンというやつを使っています。こんなやつですね。ブーツの手入れとかもしますけど、プロの方みたいにね、すごく詳しいわけじゃないし、自分がまあやってきている手入れの仕方というか、いうのをするだけなんですけども、これね、結構僕ね、ゴミが入るんですよね。よいしょ、ちょっとね、こういうふうにして、あとで掃除機かけるんですけど、よいしょ。先にバーッともうね、僕はあまり気にせずに、ブラシをかけてしまいます。こんな感じですね。で、僕はね、こういうやつを使ってて、これ見えてんのかな？これも友人がお洋服さん屋さんをやっていて、そこでちょっと買っているクリームで、ずっともうこれ使ってるんですけど、もう汚いな。ちょっとどけときますね、汚いからね。これを僕は手で取って、もうブワーッとね、塗っていきます。皆さんもね、どのぐらいで一度手入れされるかわからないですけど、僕はこのレッドウィングに関しては、色のないこういうまあ透明のね、クリームで色がつかないようにして、まあ茶神の茶色がね、黒く染まったりとかしないようにしてるんですけども、よくシューレース、あ、ごめんなさい、シューツリーを入れて磨いた方がとかよく言うじゃないですか。あれ入れるともうむちゃくちゃくずって重たいじゃないですか。なので僕はまあこういうワークブーツに関してはまあ、シューレースを入れてないので、もう何もなしでね、こういうふうに、ガツガツと行くと。で、ここですね、コバの部分にも、こういうね、ブラシを使って、もうガーッとね、僕は結構荒々しくいきますけど、ワークブーツなので、あまり気を使いすぎず、でも、ワークブーツだけど、こう乾燥しまくったね、感じではなくて、なんていうかな、ツヤ感のある、エイジングっていうのを目指すんですけど、でもこうやってブワーっとね、なじましていくと。
じですね。なんか息切れしそうですけどね。アビーホーンのねブラシすごくいいんですけど、これまあまあ大きいんですね。多分ちっちゃいのもあると思うんですけど、これちょっと大きいのでかっこいいですけど、これ水牛の角なんですね。でまあこの同じ柄はもう絶対にありませんってことなので、かっこいいんですけどちょっとね重いっていうか大きすぎて、こうやるときにちょっとね持ちにくい。かっこいいですけどね。まあこんな感じでね、一旦こうなじませると。でよしと、次はこういうクロスで磨いていくと。こんな感じでね磨いていって、ビジネスシューズみたいなね、ああいうものではないので、そこまで気を使って磨いたりっていうことを僕はあまりしません。オールデンとかも結構同じようにガシガシいきますよ。基本はやっぱりワークブーツなので、そのああいうビジネスシューズではねないので、多少ちょっとこう荒々しくというかいう感じでも僕はいいかなと思ってるタイプですね。でこのタンっていうんですかね、ここの部分にはオイルを塗らないっていう方もいらっしゃるみたいで、プロの靴屋さんが見てここにオイルが入ってなかったりすると、こいつ分かってるなっていう感じなんだそうです。っていうのは他のところはまあオイル入れたりとかねいう形で皮膚こう変わるじゃないですか、皮が。でもここだけ皮を入れてないと、もともとこういう皮だった色だったがこう変わってきたっていうのが分かりやすいんだそうで、そうやってね差別化というか区別化というかいうので、ここにはオイルを入れないっていう方もねいらっしゃるそうです。僕ここにオイル入れなかった、このここって痛いじゃないですか、ちょっと。なので僕はね入れちゃいますけども、よいしょ、だいぶねこうやってピカピカになってきましたね。こんな感じですね。で僕は最後にこういう少し柔らかい方のブラシで最後仕上げていきます。ちなみにこれはね、この1909っていう、なんとかってやつありますよ、あれですね。まあこういう時にもこの前ちょっとコンテンツにあげました、このラドがついてますね。セラミックなので傷がつきにくいというものなので、気にせずつけたままこういうブーツのブラッシングもします。
よし、これでね、だいたい終わってるんですよ。こんな感じ。こういう感じですね。で、ここのソールをね、白く、クリームとかで白くされる方もいらっしゃると思うんですけど、僕はね、しないんですよ。したところで、どうせすぐこうなるんで、ここだけなんかこうやれてるのに、ここだけ真っ白っておかしいかなと思ったりもするので、僕はね。なので僕、ここに、処理をしたりはしないですけども、こんな感じで、右側、今こうブラシをかけた。オイルを入れたやつですね。左側、まだしてない感じと。違いがね、ちょっとこう出てたらいいんですけども、まあ、こんな感じでブーツの手入れもちょこっとねのしていこうかなと思うんですけど、僕は結構こういうワークブーツはワークブーツってこう割り切って履いてるので、結構ね荒々しい感じの手入れしかしませんけども、まあもし何かのね参考になればいいなとは思いますので、一度載せさせていただきました。こんな感じ。レッドウィングの9874、こんな感じで仕上がりました。どうですか、皆さんもブーツ履いて男の道具を増やしていきましょう。そんな感じで今日はレッドウィング、こちらのオイルを入れる作業をちょっとコンテンツに上げさせていただきました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。